さあ、まずは開封です。ガシャコンバグバイザーを説明書と、ほい、おーおー、かっこいい。おー、あ、これぐらいのサイズ感なんですね。あー、どうだろう。あ、グリップもそんなに窮屈そうには見えない。お、ぴったり。ちょっと、うんうん、あ、まあ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 、お、やっぱりいいね。大人の手でもいい感じのサイズ感ですね。はい、悪くない。レレ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 ン、電池がチェーンソーの後ろに、はい、ネジ止めで単4電池を2本セットして、蓋閉めて、ネジ閉めて、 OK。 電源スイッチはど、あ、ここだ、ここですね。かっこいい。こんにちは、紹介者です。はい、今週もね、新しい武器がガシャコンウェポンシリーズ発売されました。毎週毎週ね、魅力的な武器がどんどん発売されていきます。今週のおもちゃもかっこいいですよね。なんだっけ。はい、今週は仮面ライダーゲームが使用していた武器、そしてグラファイトバグサ、グラファイトが変身時に使用していたアイテムですね。あの、バイオーという掛け声と、ザ・バグスターっていうね、めちゃめちゃかっこいい音声。本編でも少し前に、登場していて、あのね、掛け声とかね、音声にやられちゃった人も、あ、かっこいいなって思った人も多いかと思いますけれども、はい、今週はこちらが発売されました。その名も変身パッドデラックスガシャコンバグバイザー。名前もかっこいいですよね。そして、このゲームカラーの、ブラック、パープル。いやー、いかにも悪そうな、敵のアイテムっていう感じがします。変身アイテム兼武器。武器も、まあ、パッドモードの変身前のパッドモードと、ビームガンモード、そして、チェーンソーモードですね。はい、こんな感じでチェーンソーの刃がついてる。ギュイーンって感じです。はい、2タイプの武器にもなりますということです。はい、パッケージも、パープルでかっこいいですよね。はい、こんな感じになっています。これ定価が、税込みで3780円に設定され、割とね、低めに設定されているのでお買い得な感じしますよね。これ裏のギミックを見た感じ、結構いろいろ遊べそうなので、もう3700円、安いんじゃないかなっていう個人的な意見。はい、あとは実際に遊んでみてどうかって感じですかね。あ、さっき開封しましたけれど、いや、見た目もね、かっこいいからね、いやー、いいんじゃないかな。はい、早速遊んでいきたいと思います。まず入っているものが、ガシャコンバグバイザーの本体、パッドモードですね。はい、そしてこちらのグリップパーツとなっております。変身前はね、このようなパッドモードということで、はい、A ボタン、B ボタンが、ついている、こういう、機器、アイテムになっています。はい。この紫のところが、あの、グリップを取り外す際の解除ボタンですね。で、ここが、これあれですね。ガシャッと、装填することが、できるんですね。で、ここが解除と、これが音声を鳴らす、ボタンになっています。で、真ん中が、クリアーパーツの、まあ、液晶、パッドの液晶部分ということです。このアイテム発光しないんですけれども、ガシャッと刺すと、裏から、発光して、模様が浮き出るのかな？はい。うっすら見えますよね。ちょっと入れてみる？非常にわかりづらいんですが、このディスプレイ部分に、はい、こういう感じで、はい、デザインが描かれてます。ギリギリチャンバラが、白で、わかりやすいかなって感じですね。はい、大人が持った時のサイズがこんな感じですね。まあ、大きすぎもせず、小さすぎもせずという感じで、ちょうどいいサイズですね。持ちやすい。
そしてグリップがね、こちらになります。はい、特に、稼働するような、部分はなく、本当にグリップだけですね。グリップの幅がこれぐらいで、大人の指、4本で握って、僕の手で、ギリギリですね。はい。まあ、そんなにきつくない、あ、ちょっと当たるかなっていうぐらい。はい。ちゃんと中にガッチリ入れて、しっかりと握ることができます。で、これを持って、こうね、この、パッドモードをくっつけると、まあ、武器になりますよと。まあ、変身も、これで行うということです。はい。はい。腕に装備した時のサイズも結構ね、いい感じですよね。はい。悪くない。というか、かっこいい。はい。こうやって付け替えて、まあ、まだ電源入れてませんけれども、まあ、音声が鳴りますよというアイテムになってます。では電源を入れて遊んでいきましょう。電源スイッチが、側面のこちらにありますので、バツから丸へ。電源オン。おこの声ね。はい。インフェクションと同じ声ですけども。ガシャコンバグバイザー。スピーカーは、電源スイッチと反対側、ここですね。はい、かっこいい。では、パッドモードでの遊び方です。まず、B ボタンを押してみます。はい、これがね、ウイルス散布音ですね。なんという恐ろしいボタンだ。そして、AB ボタンを同時に押すと、ノイズ音。どっちが先でも OK ですね。A を押してから B とかでも大丈夫。押した時点からノイズ音が鳴ります。B から A。なので、散布してからのノイズも OK ね。A だけ押しちゃうと変身モードに入っちゃいます。連続で散布も。できるし、連続でノイズ音も OK。こんな感じ。はい。というパッドモードでの遊び方。音声が2種類聞けますよということですね。では、グラファイトバグスターに変身してみましょう。この赤い A ボタンを押すと、このようにかっこいい。排気音が流れます。30秒。もう一回押すと、排気音が止まっちゃいます。で、A ボタンを押して排気音が鳴ったら、培養つって、このグリップに、こちらですね。こっち、まあ、どっちでもいいんですけど、このグリップパーツと合体。かっこいいっすね、やっぱり。はい。劇中通りの変身音とともに、グラファイトバグスターに変身完了と。やっぱり敵の変身アイテムというだけあって、音声もかなり加工されていて、いや、めちゃめちゃ悪そうな、ね、かっこいい声になってますね。ちなみにこれ、今、ビームガンモードで変身しましたけれども、逆も OK で、一回外しますね。A を押して、待機音を鳴らしたら、こっちのチェーンソーモードに合体しても、はい、同じようにグラファイトバグスターに変身することができます。側面についているこの紫色のボタン2つが、グリップを取り外すボタンになってますので、これを押して取り外すと、はい、ガッシューンという、解除音が鳴ってグリップが取れます。逆にボタンを押さずに合体すると、はい、チェーンソーモードだとギュイーン。反対の
ビームガンモードだと、はい、10トン。このように合体したとき、合体解除したときの音が用意されているんですね。では、ビームガンモードにして、A ボタンを押してみると、このようにビームガンの攻撃音が鳴ります。そして B ボタンを押すと、スペシャル攻撃。それぞれのボタンを押すことで、攻撃音、スペシャル攻撃音を楽しむことができます。ではひっくり返して、チェーンソーモードで、今度は、B ボタンで通常攻撃。はい、チェーンソーの、これね、ここの刃が回りそうな音ですね。そして、はい、こっちがスペシャル攻撃となっています。攻撃ボタンも大きくて押しやすいし、合体解除もボタン、解除ボタンが大きいので、取り外しやすく、合体も簡単。瞬時に、2モードを切り替えることができるので結構楽しいですね。またこのガシャコンバグバイザーはライダーガシャットにも対応していて、この側面のスロットにライダーガシャットを裏返しにしてこのようにセットすることができます。そしてこの側面のこのボタンを押し込むことで、ガシャットの変身音を楽しむことができますね。そしてもともとディスプレイに、プリントされている絵柄と重なって見えるようになっているということです。まあ色的にプロトマイティアクション X が合うかな。はい。かっこいいですね。はい、こんな感じ。ガシャットを取り外すときは、こちらの側面のこのボタン。これを押しながら、ガシャットを引っこ抜くと、取ることができます。ということで今回は仮面ライダーエグゼイドよりナル変身パッドデラックスガシャコンバグバイザーをご紹介しました。低価格ながら、パッドモード、ビームガンモード、チェーンソーモードと、3モードでね遊ぶことができて、変身や攻撃、攻撃もね2種類ありますからね、結構、いろいろ遊べますね。ガシャットと組み合わせて遊ぶことも一応できますので、結構いいアイテムなのかなと思いました。そして何よりも見た目がかっこいい。そして変身音がかっこいい。はい。これですね。ゲームやグラファイトなど敵キャラの方が好きっていう方にはぜひおすすめできるアイテムかと思います。ということで、以上、紹介者でした。